矢上ハヤテのヤガヤガヤしないラジオ。はい、というわけでございまして、10月24日水曜日夜10時となりました。矢上ハヤテでございます。さあ、というわけでございまして、まあ前回ね、初めてこんな感じでやがないやってくよっていうですね、真相回転のお話させていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうかね。本当ね、まあその2クールまでの間にいろいろとあって、で自分の中でもなんかそのラジオをやっていくっていう上で何が必要で何がいらないんだろうっていうのが正直全然わかんなくて、でその中でまあ24回っていうね回数、この回数自体はやっぱりなんていうんですかね、数字にすると24って大きいのかちっちゃいのかよくわかんないんだけど、でもきっとその回数自体は全然少ないようなものではなくてっていう風に考えた時に、なんかすごい大きなことをやらせてもらえてるなって個人的には思うところがあって、でそういうところも全部加味して、なんか自分の中でやっぱり普通オタは切れないなとか、築地報告っていう新しいコーナーをやっていこうみたいな感じでね、自分なりにはいろいろと考えてやってるつもりなんですけど自分的にはいろいろ考えてるつもりなんですけど、ね、皆さんにどう映っているのかっていうところですよね。もう本当ね、そこがもうなんだろう、全てというか、やっぱりなんか自分もね、もちろんこのやがないラジオってやってて、なんて言うんですかね、本当他の収録とはちょっと違うんですよね。なんか皆さんがねどういうことをね書いてくれるのかなとかっていうことを見ながらお話をしていきつつ、なんか自分の中にあった話とかもして、でまあ今までのねその実況ってやつだと結構早いじゃないですか。どうも皆さん、はじめましての方は、はじめまして、そうじゃない方いらっしゃいませ、矢上ハヤテがお送りするみたいな感じで喋るじゃないですか。でもなんて言うんですかね、あっちってその勢いとか情報量とかそういうものも結構必要なんじゃないかなって思うところがあって、そこは結構意識しているつもりなんです。これでもね、あんなグダグダしてる実況動画ですけど、これでもまああれやこれやと考えてるところはやっぱ考えてまして、でそういう風に考えた時に、なんかそのなんていうのかな、このやがないラジオが持ってる空気感っていうか、やがないラジオでできることっていうのはちょっと他のものとはラインが違うんですよね。だからやっぱりそういうところも含めて、なんか自分にとってもすごい大事な時間というか、すごい楽しい時間だから、だからこれはこれで絶対なくしたくないみたいな気持ちはやっぱり全面的にある上でやってるので、なんかねこれがね受け入れられるとかね、なんか前の方が良かったなとかいろんな意見があると思うんですけど、まあただそういう意見も良かったらね、どんどん矢上に上げてください。そこから成長していけるように頑張りますので、というような矢上がお送りします。矢上ハヤテのヤガヤガしないラジオ、今回も本編スタートです。というわけで矢上のちょっとした小話、今回も付き合ってくださいね。矢上ハヤテのヤガヤガヤしないラジオ、今月の築地報告。はい、というわけでございまして、今月の築地報告でございますが、皆さんにね、先週お伝えした通り11月のお題は通り過ぎてしまっていた、忘れてたこと、忘れてしまっていたことということがお題なわけでございますが、まだ10月でございます。まだ10月でございますね。今週はまだ10月でございますし、前回お話ししてますけどもね、今月末が水曜日が、今月末の31日が水曜日ということで、あと2回はこの枠っていうのは皆さんからいただいてるお手紙はまあ読まないっていう風になっているおりまして、なんでまあここが一番フリーダムなコーナーになっているわけでございますね。というわけでございましてですね、まあ今回のねこのテーマトークっていうものがございますので、このテーマトークっていうのを大事にしながらお話ししていきたいなと思っているんですけども、もう早速ですね、前回の放送が終わったタイミングで一部の方からはお手紙を頂戴しておりましてですね、ニヤニヤしながら読ませていただいております。本当にありがとうございますね。というわけでございまして、まあ忘れてしまっていたことなわけでございますけども、なんかね、いつの間にかっていうか、なんていうかみたいな感じなんですけど、自分の場合ね、結構ね、これ大事な話だなと思ったんですけど、矢上が気づいたら忘れていたことあったんですよ。それは大人になることなんですね大人になることなんですよ。っていうのも、そのなんかわかんないですよ、その他人から見たら年相応なのかもしれないんですけど、なんか
自分の中での考え方とか、こういう風に生きていこうとか、ここが筋だみたいなっていう自分の中にあるどっしり構えた柱みたいなものって、自分の中で多分17ぐらいの時になんか結構デデドンって柱が立って、でもう絶対にそのマイクから離れないっていうような、その必ず自分は声を使ったことで何かをするんだっていうのが17の時にドンってきて、で17なんてね、あれじゃないですか、一番大人になったつもりの子供じゃないですかね。正直ね、もうその場合によってはね、バイトとかしちゃったりしてね、自分でお金を稼ぐっていうことも理解して、でもしかしたらね、それこそもう彼女とかもいたりとかしてってなるとね、そのもう大人のステップアップっていうのはもう一歩二歩先に進んでるわけですよね。でそうなるともう自分は大人の仲間入りなんだと、なんか周りの大人と引けを取らない、もう俺は義務教育も終わった、本当に大人なんだっていう風に勘違いをするじゃないですか、特にこの年齢っていうのは。でここからね、そのなんて言うんでしょうね、恋愛だったりだとか結婚だったりだとか仕事だったりだとか、あの趣味だったりだとかっていう風にいろいろと動き回り始めると思うんですけど、それで言うとその時の年齢ぐらいの時に始めたことばっかりやってるんですよね、未だに。でまあゲーム実況はね、当時なかったのかな、あったのかもしれないね、当時まだ全然そういうのがなかったから。なのでまあゲーム実況自体はここ数年で始めてる、まあここ数年って言っても初回のゲーム実況で言ったらもう5年以上前からやってますから、ゲーム実況もずいぶん長いことやってるわけですよ。なんか目に見えて面白そうだなと思ったらやりたくなっちゃうんですよね。だからそういうことで言うのであれば、目に見えて面白いものはやるっていうのは、それ自体はもう本当に昔から変わってなくてっていう、そのスタンスの中でまあ気づいたらね、まあ4ヶ月前ですかね、6月、私はね6月の22日の夜に12時過ぎぐらいに夜行バスに乗って大阪に行ったので、なんでね、誕生日は夜行バスが発車するちょっと前に誕生日の日付を変更線をまたいで、で本当に今もね仲良くさせてもらってるようなリスナーさんとかから、誕生日おめでとうございますって、今年も1年矢神いい年になりますようにってみんなから祝ってもらえて、いや本当になんか嬉しいというか、これだけ祝ってくれる人が周りにいてくれるっていう幸せな誕生日迎えたなっていう風に思ったのがつい先日なんですよね、正直ね。でももう気づいたら10月でしょ、もう30になって、言ってしまえば3分の1 1年が経過してしまっていて、だから多分このペースでいくと気づいたら31になってんだろうなと思うわけですよ。とかって考えると、本当に本来で言うとなんていうのかな、どっかでその大人の自覚みたいなものを持つと思うんです、人間は。わかんないですけど、でもきっとね、高校生のままなんすよね、シンプルに言うならば。だからそうやって考えた時に、ああ俺大人になるのを忘れてしまったまま今この年齢迎えてるなって思うことが非常に多くて、なんかね、じゃあどこで大人になるのかって言われたらわかんねえんだけどね。それこそね、昔ペイングっていうね、質問ができるサービスみたいなところとかで、高校生ぐらいの子とかからね、まあ人生相談チックなことを受けていたりとかしたわけですけども、なんて言うんですかね、なんか本音から言うと偉そうなこと言っていいのかなみたいなところがあるんですよ、自分の中に。俺今なんかこうやってくっちゃべってっけど合ってんのかなみたいな。でも合ってると思って喋るしかないんじゃないですか、はっきり言って。だって少なからずね、その子からしたら頼ってくれてるのは俺なわけだし、だからその子の目の前には分かんないけど、もしかしたら俺しかいないのかもしれないし、じゃあ俺が口開かなかったら何も始まんないしみたいな感じでやっているだけなので、なんかきっとそれも大人だから子供を制してあげようじゃないんですよ。さっき言った通り、思いつきで目の前に入ってきた自分がやれることやってるだけなんですよね。だから本当の意味で正解なのかも分かんないし、それこそこの長いね、この2年半ぐらいの時間の中で言えば、それこそね、声優になりたいって言ってる子に対して声優なんてやめちまえなんて言ってるしここら辺のね、ここ数年の声優業界見てて声優になりたいなんていうのはもう AKB 入りたいより難しいよなんていう話とか平気でしちゃってるしっていう風に考えると、そのいい大人が若い子が抱いている夢を紡いでいるっていう角度で見ることもできて、でなるときっと真っ当な大人じゃないんですよ。きっと真っ当な、まっすぐ生きている、胸が誇れてあんな大人になるのよって言われる大人じゃ絶対ないんです、正直言って。だからね、なんかまあ本来で言うと、なんだろう、大学とか行って22歳で卒業して就職して22で新卒で入って、
でそこでまあ8年9年とか働いて課長クラスとかになったりしてっていうのが多分通常のその人生の設計のねフローワークだと思うんですよ、ワークフローだと思うんですよ。なんだけどそういう意味で言うとほとんどどれにも属してないし、自分なんかね、昔から知り合い、昔からの知り合いは知ってるけどね、俺が4年5年ぐらい前にやってたそのスマホのゲームで世界一位取ったところからゲーム業界の道が急に開けて、そこから今ずるずるとゲーム業界にいるだけだし、じゃあ自分がゲーム業界にいて面白いゲーム作れてるのか胸張れるのかって言われたら疑問符が上がるしみたいな、なんか本当にいろんな葛藤だったりだとか、いろんなこれで本当にいいのだろうかみたいな気持ちだったりだとか、そういうものとかも全部込み込みの中でなんかいろんなことと向き合って、ただただ毎日それこそね、今日投稿するためにはいついつまたに収録しないと間に合わない、あばばばばって言いながら毎日毎日ねゲーム実況を撮ったりして、でもゲーム実況も別にもうずっとやってるけど義務にはなってなくて、まだ自分が楽しいなって思えることをただただやってるだけの時間になってるから、それ自体は非常にとってもいいありがたい時間なわけで、みたいな中でやってて、なんかね、まあ、さっきも言ったんだけど大人になるのを忘れたままここまで来ちゃったなっていう、ね、きっともう大人になるっていうフラグは立たないんだろうなって思うんですよ。なんでこれからもきっと目の前に見える楽しそうなことに尻尾振っちゃうし、なんかねいい年齢超えてるのにね、ヤガミンのこと好きですとか言われたらありがとうっつってすごい尻尾振っちゃうしそんな感じなんだよね。なんかねこれはね、なんて思いつきのテーマで始まった割にはですね、ずいぶん後ろを振り返ってそういう風に生きてきちゃったなーっていう風に思ってですね、ちょっといろいろと考えるところもあったんですけど、でもまあ結論的にね、そんな自分が嫌いなわけじゃないから、だからなんかまあいっかって思っちゃったっていうね、そんな人によっては怒られるような忘れ物をしているヤガミンの小話でございましたね。というわけでございまして、皆さんからのお便りもお待ちしておりますよっつって、ね、以上ヤガミンの今月の築地報告のコーナーでした。ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ、ふつおたと近況報告のコーナー。はい、というわけでございまして、ふつおたと近況報告のコーナーでございます。というわけでこちらはですね、皆さんリスナーの皆さんからいただいておりますふつおたと近況報告聞いてよヤガミさんというですねコーナーに割り振られておりますところからですね、皆さんのお手紙を紹介させていただこうというコーナーとなっております。今までのお手紙は1回24回までにいただいたお手紙は1回全部リセットリフレッシュをさせていただいてとなっておりますので、こちらはですね25回の放送後に到着しました。お手紙をですね今後取り扱っていきたいなというふうに思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。というわけでございましてですね、という状況でございますので、まあもちろんながらね、お手紙読まれなくてチェって思ってる人もいたりだとか、いろんなものもあって、もちろんながら投稿スピードはググ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 グとね、随分とね落ち込んでいるわけでございますけども、それはねもう矢神が選んだ道なので、そこに関してはね一つのお手紙を今の間はね大事に大事に膨らませていきながら、また前みたいにねいろんなお手紙が読めるように頑張っていかなきゃなと思っているわけでございますけども、というわけでございましてですね、いつもながらですねお手紙いろいろと読んでおりましたけどもね、まず1通目ね、真相回転のお手紙1通目でございますね。もうねこれも逆に言えばね、第1回2回との時と同じですよね、記念すべきお手紙ですよね。やっぱ真相回転後っていうねルールが変わった後にそのルールに伴ってねメール送ってくれる人なかなかいませんからね、というところでございましてですね、そういう上での第一投はもちろんこの方というわけで ございましょう、というわけでご案内していきましょう、最初のお手紙はペンネーム、風邪引きけせパサさんからいただきました。ふつおたです。いつも通りの先発投手どうもありがとう。やがみんやがちゃっちゃ、はいやがちゃっちゃ。ふつおたなくならないのはちょっとでなんだろう、普通音はなくならないの、ちょっととてもすごく嬉しかったです。え、ちょっととてもすごくこれあれなのかな、ちょっとって打った後にとてもなんかな、どれが君の本当の気持ちだいでもコンクールからは落ち着いて手紙を送るようにしますね。目指せ大和なでしこ、大和なで消せはぁはぁ風邪のケースですね。ウイルスがどこもかしこも蔓延してます。これね蔓延にね読み仮名振ってんの、ケセパサの野郎、読み仮名振ってんの。ヤガミが蔓延って読めない可能性をね懸念してるの。蔓延は読めるよ蔓延は読めるよヤガミね。ウイルスはどこもかしこも蔓延しています。私の周り誰かしら風邪ひいててやばいですし、なんなら私も引いてるし、ぶり返しました、つらい。ヤガミもツイッターで風邪ひいたって言ってるのを見かけたので、ああ
ウイルスがってなりました。お大事にしてください。私は風邪ひくと喉と、鼻と喉に来てとても長持ちするタイプで、熱がボーンって出て2日くらいで治るタイプのどちらかの症状が出ることが多いです。ヤガミンは風邪ひくとこの症状が出やすいだとか、そういうのってありますか、というわけでございまして、絶賛風邪ひき中ですね。いつもに比べて多分若干声低いんじゃないかなと思うんですけども、まあヤガミンあれじゃないですか、そのボイスコっていう活動をやらせてもらってて、なんかボイスコって言われるボイスコーポレート、コーポレーターの略で、まあネット声優さんと呼ばれる、インターネット上の企画を立ち上げてる方々が、その声優さんを探してるところにオーディションに行って、受かったらそこの声優さんをやらせてもらうっていう、まあ言うと、無償でいる、なんて言うんですか、風来坊な声優みたいな感じのをやってるんですけども、まあこういう声優さんの仕事ってやってると、基本的に求められる声質っていうのは、だいたい3種類。大まかに分けると3種類。なんですね。で、まあ、1個目があれですね。なんか、北斗の拳の世紀末的な感じ、ヒャーみたいな感じの、なんかあいつ言ってんな、みたいな感じの声をお願いされるか、この、ナチュラルボーンな声、ね、なんだあれ、鳥かみたいな感じの、なんか日常生活に混じるような声を求められるか、3つ目は作り声。まあ、で、やっぱ男性の場合ね、作り声の場合は低い声の方が多いですね。なんだあれ、鳥かみたいな感じの、バイオハザードの実況でいうね、クリスとかレオンとかの声を当ててる時に出してるような声が多いんですけども、やっぱりね、作り声が一番喉に来るんですよ。だからね、バイオとかはね、今リベレーションズっていうのをやってるんですけど、喋ってくれるからすごい楽ちんね。たまにね、ヤガミのアテレコ好きよって言ってくれる人いるから、アテレコするところが一切なくなってしまってて申し訳ないところもあるんだけども、でもね、やっぱね、喋ってくれるって楽ね。だからね、そういう意味だとね、この喉っていうのが非常に私重要なんですけど、風邪ひくと、そもそもヤガミって喉の HP が低くて、ガチで歌える曲5曲歌うと喉枯れてくるんですよ。それぐらい喉が弱くて、なんですけど、この風邪をひくと喉の最大 HP がだいたい2分の1ぐらいになるんですね。もう常に瀕死なんですよ。ドラクエで言うとウィンドウズとオレンジ色なんですよね。いや、しんどみが激しいですね。ね。で、あんまりね、体が痛くなるとか熱が出るとかはなくて、まあ年に1回2回ガチ体調不良があるかぐらい。あとは全部職場に、すいません、今日風邪で休んでいいですかって言ってる時は大体元気。大体元気。うん。ずる休みだね。ね、大人になるの忘れてるからね、ずる休みとかしちゃうんだね。ね、というところでございまして。まあそんなもんぐらいで、基本的に風邪ひく時はこの喉風邪。で、長引くんですよ、ヤガミも。下手すると3週間ぐらいとか、もうずーっとハマるので、なかなか治らへんのですよね。だから、もうなんか、常備喉飴舐めてる感じになるし、収録前とか、今日は声張るなって分かってる収録とかの時には、龍角散ダイレクトっていう、粉状になってる喉薬みたいなのがあって、もうそれをもう体の中にぶち込んでから収録臨むぐらい、喉は弱いですね。今日もね、喋ってるとたまにね、後半のところの声がカスカスになってたりだとかね。あと咳をしそうなんだけど、咳ができないから、なんかごまかしごまかし喋ってるっていうところがね、随所に見られるかなと思うんですけども、まあでもね、これが一番めんどくさいところで、風邪ひいちゃったって言うとみんなが言ってくれるの、大丈夫ヤガミ、無理しないでね、元気なんだよな、ね、基本元気だけど風邪なの、あれ難しいよね。なんかさ、お腹痛くてお家にいるときって常にお腹痛いわけじゃないじゃない。ビッグウェーブが来たらさ、トイレにこもるだけだって基本的にははみたいな状態が続くじゃない。だからそう考えるとね、ほんとね、私のね、風邪ってのはね、面倒くさくてね、もうちょっとね、仕事が休みやすいような風邪をひけばいいのにと思っている今日この頃でございます。さあ、というわけでございまして、さらに続いてのお便りでございます。というわけで続いてのお便りはこちらですね、ハンドルネームうずきさんからいただきました、近況報告聞いてよヤガミさんでございます。というわけでいきましょう。ヤガミさん、ヤガチャッチャ、はーい、ヤガチャッチャ。最近残業が多いです。夜遅くまで働いて帰り道は暗いです。一人取り残された感覚もたまに感じるのですが、それがまた特別にも感じて、帰り道はまだ楽しめているのが嬉しく感じました。誰かといる時間があるからこそ、一人の時間も特別なのかなとか考えてみたりして、明日もまた仕事頑張ろうと思います。とね、やっぱね、なんか名前とかね、顔文字、うずきさんね、ハンドルネームの後ろにね、顔文字が書いたんだけど、すげえ可愛い顔文字が書いてあって、なんか女の子なのかなとか思うんだけど、あれだよね、残業はまあ
よくはないけど、その残業自体をそこまでなんだろう、怒るというか責めるつもりは正直ないのね。でもなんていうのかな、その残業してさとかさと、夜勤の女の子とかいるでしょ。夜道怖そうだよね。なんかね、大丈夫かなとおじさん不安になっちゃうおじさんね、ちょっと不安になっちゃうね。でもね、やっぱりそのなんていうのかな、例えば残業とかさ、八神基本的にやっぱその早出と残業が多いんだけど、ゲーム業界って。でその中で言うとさ、オフィスに自分一人しかいなくて、なんかあれ今俺ここのボスなんじゃないみたいに風に思ったりとか、あと夜とかもね、なんていうのかな、夜の2時3時ぐらいとかにさ、まあ、そんな時間にね、女の子一人で歩いたら危ないんだけども、そんな時間とかにさ、なんか夜とかをさ、ポケットとかでさ、ポケットとかにさ手を突っ込みながらさ歩いてるとさ、なんかミュージックビデオ撮ってる気持ちになるっつうか、なんかあやばい、今多分これ後ろで俺のサードアルバムの時に撮った奇跡が流れてるみたいな、サードアルバムもなければ奇跡って楽曲も出してないんだけど、なんかね、そういうなんだろう、ちょっとなんか特別な時間とかさあるじゃない。ね、ちなみにね、八神ね、散歩するのはね、まあ冬とか夏とかにもよるんだけど、太陽が出る30分前ぐらいからお散歩するのがすごい好きで、まあ全然しないんだけど、なんていうのかな、お散歩ってさ別に急がないじゃん、急いで歩かないじゃない。でもその急いで歩かないゆったりとした時間の中でさ、空の色の時間だけなんか早いの、空の色が変わっていく時間が、なんかね、だからそれ見ててなんか不思議で素敵な時間だなって思うことが多くて、そこら辺のね時間のお散歩とか好きだったりするんだけども、でもね、そういう風にね、何かしら自分の中にあるその本来ね、なんていうのかな、残業が多いですってネガティブなところかもしれない話なんだけど、自分の中でそれをさうまいことを変換してというか、なんというか、それでなんか楽しいっていう風に思えるっていうのはなんかすごいいいことなんじゃないかなと思ってね。でなおかつね、明日もまたお仕事頑張ろうと思いますっていう、このなんかなんていうのかな、別にこのお手紙にね何の対もないはずなんだけど、なんか知んないけど、この最後の一行の明日もまたお仕事頑張ろうと思いますっていうのを見て、なんかすごいほっこりして頑張れって思いました頑張れって思いましたね。もう本当ね、やっぱお仕事って大変じゃないですか。それこそなんか勘違いしてる人とかもいっぱいいるんだけどさ、お仕事ってなんていうのかな、多分そのお仕事って言われるものっていうものの 99% はお金を稼ぐためにやっていることで、かつお仕事に雇われてる理由っていうのもその会社がお金を稼ぐためなんだよね。なんだけど、そのお金を稼ぐっていう工程の中には、意外とその人間付き合いとかめんどくさいものがちらほら混ざってて、なんかそれやってお金になりますみたいな、それやって本当にお金になるのっつって、いらないものは捨てなさいみたいな感じになるんだけど、そういうわけにもいかなくてさ、で結構そういうところでストレスを抱えてしまうとかっていうことはあると思うんです、正直ね。だけどやっぱりね、八神ももちろんあるし、なんか八神もね、この女子爆発しねえかなと思ってる女子何人かいるんだけど、あとはね、この同僚なんか爆発しねえかなみたいなね、今噛んだらすげえキラーワードに出てきちゃってみましたけどね、聞こえてなかったらね、そのままの素直な君でいてくださいね、というところなんだけども、でもやっぱりね、そういうの全部ひっくるめてお仕事なわけで、でその中でね、やっぱりなんていうのかな、お仕事に行くのが好きな人ってあんまりいないと思うんですよ。お家で寝転がってて毎月35万振り込まれるんだったらお家にいたいって思う人が大半だと思うんですよね。でやっぱその中でね、自分の中でそのお仕事だったりだとか、これは実はお仕事に限った話ではなくて何でもよくて、例えば八神の場合だとこういう動画収録とかもそうだし、創作活動とかも全部そうなんだけども、そのやっぱりやっててずっと楽しいわけじゃないんだよね、こういうのもね。とあるところで辛さを感じたりだとか、なんかなんでこんなことしてるんだろうみたいに思うことってのも絶対正直存在しちゃうわけですよ。けどその中でどういう風に自分の気持ちをね、改めて高めていって、あれしようこれしようっていう風に思うのかっていうところっていうので、その人の行動力っていうのが変わってきて、きっと行動力が高ければ高いほど成し得られること、
その人が達成できることというのが絶対増えてくるので、なんでね、こういう風になんかいろいろなね、その残業だとかね、帰りのが遅くてとかね、夜道が暗くてとかっていうことがあっても、あのこれはね、宇月さんだけじゃなくて、本当にね、おのおのいろんなね感情の中で多分お仕事行ったりだとか、毎日頑張ってたりすると思うんだけども、どっかに関してね、あのツイッターとかでも見たことある単語かもしれないけど、やる気スイッチをね用意してあげて、そのやる気スイッチに合わせてあの動いてあげることがもしもできれば、なんかどん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 ね、あの皆様の人生がもうちょっとね明るいものになるんじゃないかなと思ったりするので、なんか宗教じみてきたね会話がねなんかね、言ってる言葉の選び方がね宗教じみてきてるね。でもね、本当にそうだと思うの。行動した人にしか結果は現れないし、たくさん行動ができた人がたくさん成果が残せて、でその成果に気づけてもらえた人が後ろから誰かに、あの人はすごいんだよって言ってもらえる人だと思うから、だからまあいろいろと面倒くさいこととか大変なこととかね、仕事のみならずあると思うんですけども、ぜひともね皆さん、その行動するというところにね意識を強く持っていただいてね、せっかくね、あなたも私も一回しか生まれてこれない人生を、まあ、何かの手違いで生まれてきてしまったわけだから、こんなところにね。なのでね、どうせであれば何かいろんなことを成し遂げたり、何かいろんなものを自分の中で吸収してね、一回きりのその人生ってものが少しでも楽しいなとか、生まれてこれてよかったなとかっていう風に思えるようになった方が、もっともっとなんか人生が素敵になるんじゃないかなっていう風に個人的には思っているので、なんかそういう風になったらいいなっていう風に思いましたと、さというお話でございました。以上、ふつおたのコーナーでした。はい、というわけでエンディングの時間となりましたね。意外とね、あのコーナーがまだね成立してないとか、お手紙が来てない、このお手紙っていうのもね面白いもので、そのいっぱい来ることが幸せなのかって実は考えたんです、自分の中でね。その今までその24回の中で本当にいろんなお手紙をいただけて、でそのいろんな人のいろんなお手紙をずっと見てて、いろんなことを感じたりとかってしてたんだけど、だけど手紙がたくさん来るのってさ、きっとあれなんだろうね、生放送でいうとリスナーの数が300人超えたとかと一緒なんだろうなと思って、でその時に何が言いたいかっていうと、一人一人の顔を見る時間が少なくなっちゃうんだよね、きっとね。だから八神はやっぱ今のなんだろう立ち位置ってもちろん満足してなくて、もっともっと上に行きたいんだけど、もっともっと上に行きたい気持ちがある反面、今見えてるみんなの顔が見えなくなったら終わりだなって思ってて、だから人が増えてきたら、人が増えた分全部自分のキャパシティで受け止めてやるっていうやっぱつもりとか覚悟でいて、でその中でこのラジオっていうもののお手紙っていうのは一人が複数枚出せるっていう特性もあって、なんていうのかな、みんなが分身するわけよ、すげえ分身するわけよ、なんかこの部屋ホコリっぽい、あ、ケセランパサなんだみたいなことになるわけよ違うよ、ハウスダストと同じ扱いをしてるわけじゃないよ君は常にフォーカスされるラジオのリスナーなんだよね、いつもありがとうね。で、みたいなさ、そういうその空気というか空間というかっていうところの中で、なんかこの一回リフレッシュできたことだったりだとか、前回も今回もそうなんだけど、喋るスピードは今まで以上に気をつけようって思ってて、まあ、もっとなんだろう、みんなが焦らなくてよくて、みんながそのしっかり頑張って書いてくれたお手紙っていうのにいついつ向き合えるような感じの作りができたら一番いいかなっていう風に思っているので、なんでそういう風にね、なんかあれやこれやっていう風にやれるように頑張ろうって考えた時に、別にそのお手紙がいっぱいなきゃいけないとか、お手紙が少なくなってきたからもうダメだじゃなくて、お手紙をくれてる人がいる、お手紙を読まれることを楽しみにしてくれてる人がいるっていう風に考えた時に、自分が何ができると一番パフォーマンスとしてみんなにとって喜んでもらえることができるのかなっていう角度で物事を考えた方がきっともっと楽しくなるだろうなっていう風に思って、なんか今日はね、お手紙ってもう気づいたらもう終わるんだけど、お手紙2通しか読んでないんだよね。今までだったらね6通7通とか読んでたのに、まあもちろんね、みんなからのお手紙もっと来たら嬉しいなと思ってるし、もっともっとお手紙ちょうだいとは思ってるんだけど、なんかちょっと初心に帰れたような気がして、なんかこれ自体は全然悪いことじゃなかったなって、なんかこういう気持ちもなんか含めて、全部が全部でやがないラジオで八神隼人だから、もうちょっと頑張ろうっていう風に思わせていただく、そんなきっかけとなりました。そんな八神隼人がお送りしましたやがないラジオは今回はこの辺で、また来週水曜日夜の10時にお会いしましょう。 See you next time. バイバイ、おやすみなさい。